やっぱり君の匂いか、ピナ君。今夜決闘なんだって？まあね。応援に来てくれるのかい？いや。じゃあ何のよ？あんたがレゴシ先輩に負けたらもう会えないかもしれないから、高額のために聞いておきたくてさ。友達食った肉食なんてそうそう会えないわけだし、テムさんのことは前から食べるつもりだった？それとも衝動的に食べた？そうだな、その話はあんまりしたくない。ピナ君、盗撮は犯罪だよ。殺すがいい。僕はお前などによくさる。あの言葉本気で言ったんだよね。